アイドル日本をご覧の皆様、西野美希です。今回は DVD の撮影で沖縄に来ています。今回の撮影ではですね、まあ沖縄いろいろ堪能させていただいて、まあね、天気が結構晴れたり雨降ったりだったんですけど、奇跡的に本当に私の撮影の時だけね、雨が止んで晴れて、海で撮ることもできて、まあ、美味しいご飯も食べれて、とっても楽しい沖縄の撮影になりました。ぜひ、もう結構ねセクシーなシーンもあったりとか、まあ、明るい楽しいシーンもあったり、すごく盛りだくさんなので、皆さんぜひ見てください。よろしくお願いします。撮影中一番楽しかったことは、なんだろう、海で走ったり、海でジャンプしたり、こう水に足をつけたりして、なんかこう、去年は夏海に行くこともできなかったので、今年一足先に夏を楽しめた気分で、すごく楽しかったです。撮影中に一番大変だったことは、やっぱこの天気がもう晴れたり雨降ったり雷だったりが本当に大変で、その夜寝てる時に今までに体感したことのない雷が本当にやばくて、3秒に1回は光り、1分に1回は雷が必ず鳴るぐらいの、でも全然寝れなくて、それが何よりも一番大変でした。グラビアのお仕事で気をつけてることは、やっぱ私ご飯を食べるとすぐにお腹が出ちゃうので、撮影が終わるまではご飯を食べないように我慢するということを一番気をつけています。今回の撮影の中で一番お気に入りの衣装は、全部可愛いんだよな。あ、でも、あー悩むな。まあ衣装でワンピースを着たんですけど、ベッドの夜のね、ベッドのシーンでお花がいっぱいついてるあのワンピースが可愛すぎて一番好きです。仕事がオフの日の過ごし方は、私はあの美容の、例えばエステだったりジムだったり、なんだろう、ホワイトニングだったりっていうのを、もう1時間もう詰め詰めで、移動時間で30分取ってもう次のみたいな感じで、1日美容を詰めて美意識を高めるということをしています。どのようなダイエットをしてるかというと、まあ、今回のこの DVD に向けては1ヶ月頑張ったんですけど、夜はちょっと我慢するようにして、まあ、我慢しすぎるとストレスにもなってちょっと痩せにくくなったりもするので、たまにはチートデイを入れてたくさん食べて、あとはセロリをたくさん食べてデトックスいっぱいしました。よくしてしまう癖は、あの唇の皮を剥いてしまうという、これは本当にメイクさんにもちょっと直してって言われてます。好きな食べ物はクッキーとグラノーラです。嫌いな食べ物はパクチーが、あとセロリも、まあ、さっき食べたって言ったんですけど、頑張って食べてて味はちょっと苦手です。今後挑戦してみたいお仕事は、まあ、普段はバラエティのお仕事が主にやってるんですけど、まあ、今回グラビアの DVD も出させていただいて、グラビアのお仕事も増えて、こう女性の方からのこう支持もちょっとずつ増えているので、今後はこの女性誌とかにも載せていただけるように、女性として頑張りたいので、そういうところを目指していきたいと思います。皆さん、こちらの動画を見てくださって本当にありがとうございます。本当にですね、この DVD めちゃくちゃいいものになってると思うし、あの普段の西野美希ではない、こう女の乙女な、ん、女の子らしい西野美希しかないものになってるので、結構レアな気がするので、ぜひ
楽しんで見ていただければ嬉しいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。